通勤や通学など生活に欠かせない路線バスのイメージをフリーペーパーを通してそれ以外の楽しみ方があることを知ってもらいたい。こんな思いから作られたフリーペーパー、明日どこ行く岐阜バス日和。表紙には青空の岐阜城の麓で岐阜バスや親子などが描かれていて、ほのぼのとした雰囲気が伝わってきます。制作に携わったスタッフの一人、岐阜バスの川原真央さんです。路線バスはやはり通勤や通学で使うというイメージが大変強いのですが、もっとお出かけの時の足として、交通手段として選んでいただきたいと思って、プラザ編集室さんのご協力をいただいて今回作成いたしました。フリーペーパーは A4 版16ページで、最初のページには岐阜に来たならまずはこれと題して、岐阜公園や河原町の名所やグルメがまとめられています。また関市や美濃市のプランや郡上八幡や白川郷といった高速バスを利用するプランも掲載されています。弊社の乗務員に、担当路線の魅力は何、グルメ、おすすめのグルメを食べれるところはどこですかって聞いたときに、ラーメンが上がってくることがとても多くて、そこから生まれたページ、岐阜バスならではのページですね。このほか、知ってるバスの秘密と題したページには、パッと見ただけではわからないバスの多彩な仕掛けが紹介されていて、親子で楽しむことができます。さらには初めて路線バスを利用する人向けのバスの利用方法がまとめられたページもあります。フリーペーパーを見て、路線バスでこんなところにも行けるんだとワクワクした気持ちになっていただけると思います。明日どこ行こう、そう迷った時、岐阜バス日和を片手に、ぜひバス旅を楽しんでいただけたらと思います。人気のフリーペーパーは岐阜バスの案内所や営業所、名鉄岐阜駅などに設置されています。